スでーす。さあ今日はですね、何をやるんですか？何ですか？はい、今日はですね、もうすでに始まってて、多分皆さん楽しんでいただけてると思うんですけど、そうなの？ DMM オンクレを実際にアイリスが試してみようということです。楽しい楽しい。いいじゃん、好きやよこういうの。え、どうです、このラインナップ見てみて。あ、なんかいっぱい種類あんだね。あ、そう、1種類じゃないんだ。1種類じゃない。あ、3人でプイやってる。見て見て、ミーユーが抱きついてるよ。ほんとだー、なんか白く言われたんだよ。これはもうやっぱクレーンゲーム、もらってって言われたの。これクレーンゲームじゃないとゲットできないグロマン。そうそう、これはね、ぜひとも皆さんやってほしいですよね。指示じゃなかった場合、ちょっと想像したら笑っちゃうね。急にそんなんじゃないです、ほんとに。レアですから、みんな欲しいでしょうよ。はい、はい、素晴らしいよ。はい、そうなんですね、いっぱい T シャツ珍しいよ。珍しいのがありますね。はい、では手に入らないグッズが、はい、らしい、はい、DMM オンクレさんで作らせていただいてるということで、はい、まあ、そもそも DMM オンクレさんっていうのは何なのかっていう話を、はい、あ、確かに、はい、説明させていただくと、本物のクレーンゲームをオンラインで遠隔操作、ね、クレーンゲームだらけの工場が日本のどこかにある。へー、それを皆さんがアプリ上で操作してクレーンゲームを遊ぶ。いや、すごい時代、令和ですよこれが。ほんとそう。しかも365日24時間、すごい、全国どこからでもクレーンゲーム、ベッドの中でできちゃうの。そうそう、実際にうやるとやってみましょう。ゆうきちゃんの等身大ステッカーでしたら、はい、等身大、あ、等身大ステッカー、これあれだよね。等身大ステッカーをゲットするにはこの、うん、クレーンゲームって決まってんでしょ。ちょっと待って、突っ込んで、等身大ってとこに。え、等身、あ、等身大じゃないわ。等身大ちゃうねん。そんなちっちゃくないねん。でいいですか。で、やりましょう。やっていきますよ。じゃあ、はい、やっていきますわ、はい、ある？どれ？ない、これや。ちっちゃすぎて見えない。見えない、ちょっとそれはそうかもしれん。これ、あ、たこ焼きやわ。たこ焼き、実力不可能、不可能じゃなくて、なんだっけ、不要の。なんか何種類もあるんだよね。そう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 。の中で一番運次第だって。運次第、実力いりません。じゃあ予約するでいいのこれ。そうです。はい、これはもう運が良ければもらえるんだ、このシールは。ちなみにさっきマネージャーやったら一発ゲットしたらしいよ。おっ、たこ焼きで。マジで運ゲー、マジ。じゃあ、え、これ遊ぶでいいんやね。やってみ。はい、遊ぶ。え、ちょっと一発ゲットしたいな。すごい、これ日本のどこか、日本のどこかで内側も動かすと動くんやろ。リアルタイムすげーじゃん、行くよ。様子あるから気をつけて。はい、頑張れ。あ、動いてる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 。すごいね。せっかくなら赤い玉取りたい。でもそれはちょっとさすがに無理か。おお、なんか画面変わった。すごい、この視点ありがたい。これ、クレーンゲームやるときやっぱこうやって見たいじゃん。こうやって、ありがたいわ。いきます。こうやって戻んなきゃいけないから、戻んなくていいからいいよね。確かに、行きます。はい、はい、どれかは取れるやろ。ちょっと取れて、取れなかったらもう、うん、うん、そうやな。頼むで頼むで頼むで。おー、なんか めっちゃ取れたけど。どれか入るかもしれんってこと。入れ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 、いけいけ。赤いとこに入ったらいいんでしょ。え、お、赤いとこに入らなきゃいけないから。あ、そういうこと。さあ、ダメじゃん。え、でこれさ、しかも継続してくれるの。継続してくれてんだね、これ優しい。確かに、確かに優しい。 DMM さん良心的、良心的。これだってもう全部の穴最悪埋めてきゃいいわけやろ。すごいです、ね、DMM さん。この人すごい、何か狙ってる。 ここまではいいんですよ。一つでも大きく、こっからよ、こっからよ、ね、次ぐらいには入るんちゃう。そうか、これはもう自動なのかね、うん、入ります。え、全部1個もある方、すごい、もうすぐビンゴが、ビンゴになりそうだね。あなたの目、開け目で。でもやればやるほどチャンスは増えてるわけだから。そうだよ、そうだ、ね、確率は上がるはずなんだから。これこれちょっと手前の方やとさ、救いにくいよね。奥の方の紫いっぱいやる方が取れるのかな。そうよね、これさ、意外とタイミング、あのね、離すタイミング難しいの。そう、もうちょっと遠く行きたかった。お願い、いける。あ、あ、お、うわ、4つしか取れんかったよ。いやでもその4つの中に、5個、4個、運命の、ちょっとこっちすぎない。ほうほうほう、いけ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 。あ、難しい、ちょっとくじけそう。え、本当に頼むって。どんどん穴は埋まっていってるから。おお、ああああここが今、そう、もう、ね、落としてからの方
いてはいるんですよ。そうなのに、そろそろ頼むって。そうだね、そろそろ頼む。ここにあるのに遠いね。ここもらえないからね。ここが遠い、ね、もらえないからやっぱりね、簡単にね、簡単にもらえないよ、ね、だから大事ですんだよ。そうだ、苦労してゲットできたものをこっそり。これさ、アシストってちなみにこのたこ焼きのアシスト何なんだろうね。もはや気になってきた。何なんだろうね。どう、なんか何か落とすとかだったらさ、落としやすいし。だから店員さんがこれ逆に食べてみたら。食べてみる。確かにたこ焼きアシスト何。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと救えなかった。やりすぎて少なくなってきて救えなかった。泣いちゃう。あっちのボールも減ってるからね。そうだね、そう、ボールも減ってるから。誰もこの後仕事ないんでしょ。あ、いいよ、そうだよ、付き合う、付き合う、いつまでもやるよ、これ。付き合ってあげるよ、いつまでも。早く帰りたいと思ってるトップ2でしょ。いつも早く帰りたがってる2人だよ。間違いない、ね、あー、ちょっと待って、ちょっとそろそろすすごい救いにくくなってきて、救えなくなってきた。昨日の一番に帰る。昨日一番に帰る。そうだよ、一番最初に帰るんだから。そうでしょ。いけるかな、いけて、いけてよ、そろそろ、そろ、お願い、お願い。そうだね。ちょっとでもここまで来たらアシスト見たい。ゆきちゃんはどう、うん、人生運悪い方ですか。私アイリスに入れたからめっちゃ運いいと思います。あ、使い果たしちゃったから。アイリスのオーディションで。やめとけ、12年前じゃん。やめとけよ、12年ありゃいっぱい貯めとるだろ。来い、こんなやばいよ。そうもうそろそろ決めていただいてもね、こちら側としては。みんなやったら取れるよっていう動画ですから。ちょっと待って、いや今アシストゲージ貯めてんの。うん、アシストゲージ貯めてる。そうそうそう、みんなのためにね、うん、どんなアシストするか見せてあげようっていう、ゆきちゃんの粋な働きだよね。そう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 、ありがとう。そろそろ店員さんスタンバイし始めてるから。もうそろだな、やばいな、あいつのゲージ溜まるぞっつって。待って、来た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 来ましたよ。利用しますね、アシストを利用して。どんな景品を取りやすい位置に移動しますか。はい、利用、景品を取りやすい位置に移動してくれる。じゃあ利用してみたら。はい、お願いします。たこ焼きってどうすんの。アシスト中景品を取りやすい位置に移動してます。あ、なんか設置してる。なんか設置してる。滑るようにしてんだよ、多分。え、違う、わかんないけど、なんかさ、滑って、ここ、あ、どうぞ。あ、どうぞ。じゃない、ありがとうございます。そろそろ戻るんじゃない、画面が。戻るかな、これすごいです。あ、アシストが完了しました。見てみましょう。ちょっと引き続き遊びたいと思います。あなんちゅうアシスト。こちら、ここに入れば絶対に入りますよってバッグを作ってくださいました。だいぶ優しくなったけど、やばい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 。実験とかであるジョークみたいなとこ。絶対に入ってくるみたいな、スッと入ってくるやつ。ここに入れてくれれば絶対に。これはラストだね。よっしゃ、ラスト決めてくれ。確実に頼みますよ。これはね、お願い、ゆきちゃん。これ決めますわ、いきます。お願いします。さすがに、さすがにいくね。優しいね。優しすぎる、これは。優しい。これはね、確定で取れますよぐらいも。そうだよね、この優しさが意味がある。本当に、いや、頼むって、頼むって、え、頼むって、本当に。まずはどれだけ取れるか。取れるかどうか。あ、まあ取れましたね。でね、こっか入るか。あ、やばい。でもさ、入るかわかんない。はぁ、入った、入ったの、これ。はい、あ、入った。おめでとう。コングラチュエーションズ。取れました。はい、これ自分の。はい、こちらゲットいたします。ありがとうございます。すごい達成感ある。いや、すごいですね。これはね、やっちゃいますね。見応えありましたね。はい、いや、でもこんな風にそのゲームに苦戦したとしても、アシストゲージが溜まれば365日24時間スタッフさんが対応してくれて。そうだよ、それがすごいんだから。確実に取らせてくれますから。いや、本当に夜勤ありがとう。夜勤ありがとうだよ。神対応でした。夜勤も昼もね、朝も夜も全てありがとうだよ、こんなの。朝から夜まで、本当にありがとうございます。楽しかったです。発見サンバあるよ、撮る？これは、上からこちら、発見サンバの、あの、はい、執着してる人いるから、ね、こちらじゃない、ね。プレゼントしてあげようよ、あの二人がね。ね、あ、あった、あ、これなんか違うかも。本当だ。ゲームが違うの。本当だ。何これ、ま、前落とし。あー、え、なんか本当にこれ私のグッズ出る。後ろに俺って書いてあるけど。ちょっと私は前落
としというものをやらせていただきますわね。いや前落とし、でもこれ書いてあるの初心者向けって書いてあって、初心者向けなんだね。攻略本も書いてあるの、うんうんうん、箱を手前、箱の手前を狙ってみよう、うんうんうん、確かにね、こう持ち上げて前にずらしていくってこと、落とすやつね、確かに確かに、楽しいじゃん。やってみましょう。これはもう運とかじゃないから実力ありきになってくるからね、こうちょっとの1ミリとかのさ、でも、まずはさ、やってみようってことだよね。まあ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 、ノリで、あ、まあ、確かにでしょ、でしょ、ラグあるでしょ、ラグあるでしょ、 0.5 秒ぐらい教えてもらったからね。そうそう、あ、21だよ。ただ あ、ちょっとあれだね、でも前ってどっち、で前ってこっちじゃないの、こっちに落ちたべきも、うんうん、ちゃんとこれやっぱ話すタイミング、これは大事になってくる、ね、これめっちゃよくできたね、あれ。そうだから 0.5 秒ここのちょっと早めに話すと、え、そのラグがあるんですよね。ラグがあるね、このラグ。そう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 、あ、そうそうそう、あ、いい位置、いい位置、ええよ、いける、ええんじゃない。若井さん、さ、クロート感出してるけどさ、え、違う、もうあんだけやったんだからクロートだろあれはクロートって言うだろこれは手前を引っ張るでいいの、それとも奥に、手前って書いてある、そうやって倒す、え、じゃあどうすんの。でも手前すぎたらきっとさ、あっちにコロロンしちゃうじゃん。わかんない、それも塩梅なのかな、むずいて。でもいけてんのかな、意外とジューシー、あー、でも重そう、重そう、今いい位置ですよ。え、いいの、ただこれずれてくるのも難しいね。確かにジュージュー前に来てるような気はするよね。おー、いい、いいけど、これだんだん傾いてってるのをうまく利用するのか。でもこういうのってさ、これはもう絶対一回 OK じゃないでしょ、重ねてこうじわじわと。いや、そう、絶対そうだよ、まあ、絶対一発は無理だよね。めっちゃ慣れてきたね、慣れてきた、タイミング分かってきたよね、だんだん慣れてきたし、なんか優しいなって思うのはさ、この箱にさ、中心線みたいなのが貼ってあるじゃん、うん、あ、いいじゃん、あれめっちゃなんか分かりやすいかも、ここが中心なんだなっていうのが分かるから。でも確かにこれは欲しいかも、可愛いかも、ね、でも確かにちょっとずつ前来てるよ、ぜひ全国のゆうちゃんに買ってほしい、うん、あ、確かにこういうのさあるからやっぱさ、学校行くからさ、確かにゆうちゃんは使えるな、可愛い、ゆうちゃんいっぱい使えるよ。みゆたんもいない、みゆたんもいるかもしれない、ゆうちゃんもいそう、わかっち、わかっち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 もなんならこっち使うわ、ゆうちゃんね、ゆうちゃんだから、ゆうちゃんだからうちもゆうちゃんだからこっち使う、ゆうちゃんだわ、そうだよね、うん、これ確かにいいよね、つくゆつけとくよね、バッグとかに、うん、わかる、ある、あんたね、難しいね、うん、もうだって、でも押していけそうな気もするけどね、これさ、宙に浮いてる？いや、ほんとそう思うよね、宙には浮いてないよ、なんで、どう、なんでこのバランスで保っているのか、あ、あえてそこに行くのね、間違えた、え、でも、でも悪くないと思う、そのままさ、スンって滑ったら、確かに、重りで滑らない、あー、惜しい、もういけない、なんで、これさ、押したらいける、押したらいけそう、どっち押そう、どっち押したらいいのこれ、え、でも前下がってるのかな、え、でもこれさ、こう見た時左側押した方がいいのかな、ね、ね、ってことはめっちゃ奥に、でもこのアームで押さなきゃいけないから、めっちゃ左に、うんうん、え、でもめっちゃ左に行かずにこの左アームで押せないかな、あ、逆にね、みたいな、あー、なるほどね、もうアシストしたとって落ちそうだもんね、もう落としてくるんじゃない、アシストが手でパンってそんぐらい優しかったですね、うん、さっきはね、いけるのかな、いけそう、いけそう、いけそうだよ、お願い、お願い、おー、うわー、やっ、おめでとうございます、これこちら、やったー、ゲットです、本当は6月から7月発送可能なんですけれども、お先にいただきます、よかったですねあれ、注意項目というか、はい、なんですけども、ゲットした景品は日本どこでも無料で配送が可能なんですけど、無料で、どう獲得した景品は忘れずに発送手続きをしないと、あ、なるほど、確かに住所とか入れないとどこにってなりますもんね、そうだよね、そうです、そうです、なので皆さんは忘れないように発送手続きをしましょう、うんうんうん、大事しましょうね、はい、大事です、ありがとうございます、
さあ、大鳥が待ってますよ。沸かしてくださいよ。そうですよ、あんだけ煽って、すぐ取れるんでしょ。余裕ですよ。どれいく、どれいくの。うわ、はい、3人しか書けないいつか書こう。よし、で、これ待って、で、これが板渡し、橋ね、橋渡しじゃない橋ね、あっちゃー、うん、あっちゃー、足やで。予約します。漢字弱い2人にめちゃめちゃ高速で突っ込まれてる。そうだよ、私たち漢字弱いはずなのに、ね、そうだよ、うちらが弱いのに。あ、でもこれ攻略法ありますよ、はい、片方のアームでバーに近い部分を狙うと動きやすい。箱を持ち上げるよりずらしていくイメージだって。片方普段やりますよ、ユーブキャッチャー。全くやりません。片方のアーム、ちょっとやってみなきゃ分かんないっしょ。一旦ね、なんか違くない？さっきとボタンが。これさ、いくらでも動かせるパターンじゃない？ボタンちゃうくね。うわ、自分のさ、好きなさ、お気持ちどうぞって感じじゃん。あ、やったじゃん。ほんとだ。お、思ったより奥だった。ってことはもうちょっと手前で。お、いいね、それ。お、すごい。1回じゃなくていい、ね、これ何度、わー、もうこれ決めちゃうよ、みんな。決めちゃうよ。で、バーに近い方つくから、奥か手前、ね、奥か手前で持ってこようか。バーに持ってくる。バーに近いね。さっさと買い出し足りますわよ。え？お、ちょっと待って。めっちゃうまいじゃん。あ、うまい。せんせんせん、え、これの開花した今日。やっぱすごいじゃん。そうですね、声優だけで食っていくのは大変なんで。声優兼アイドル兼 UFO キャッチャー達人。フィザー名人になる気持ち。確かに次でいけたらね。スイリスチャンネル UFO キャッチャーの動画頻繁に上がりましょうよ。さあ、本日はこちらのゲームセンターです。確かに確かに。待って、ちょっとでもさ、これちょっと難しいね。横から見るとこうだから、後ろだよね、引っ張るとしたら。いや、前じゃない。でもきっとさ、このさ、間にさ、縦とかでさ、入れなきゃいけないって話じゃないの？そうなんだと思う。だから、このさ、手前を引っ張ってこう、こうか、手前を引っ張って見る作戦でいくか。じゃあ、上に上がってる方法をもっと上げてってこと？そう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 。うしょー、うしょー、しゅーしゅーしゅー。調整大事ね。確かに。意外とあと27。こんなもん。こんなもん。いや、もうちょっとこっちでいいか。手前で。この辺ちょっと掴んでみる？あ、絶妙な位置。確かにそこの辺だよね。ちょっと、もうちょっとこっちかな。うん、やってみようかと。これでいけたら、すごい、ほんとすごいよ。宣言通り3回でいけちゃう。うん、いや、でも確かに足に渡すんが、おお、おお、うわ、あ、重いんだ、やっぱ重いから。重心の位置、一旦じゃあ次、後ろをやってみるか。あ、確かに後ろの方を当ててみる。後ろ引っ張って、後ろっていいのかな。確かにリセットされたら、リセットされる可能性もあるよね。初期位置に戻る。そう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 。ウィーン。よいしょ。もうちょっとこっちだよね。でも片方のアームでって書いてあるから、ちょっとセンターずらしてちょっとやってみましょうか。確かにね。ギリギリ入るぐらいで。そういうことでしょうか。すくうイメージね。やってみよう。結構下まで行ってくるんだね。確かに。ね、そうだね。おお、なんかすごい。いけそう。すごくいけそうな感じが。なんか。ただどうしたら行くのか分かんないな。ね、意見のある方。ちょっとどうしたらいいか。いや、でもやっぱ奥やって戻っちゃうよりは今のやり方の気持ちだけど。ちなみに久保田さんの計画。そうですね。え、片方だけ。でも要するにさ、こう、こういう、いやいやいや、こういうこと。あ、そういう感じです。もうこうなってるってこと。そうです、その理数系っぽいやり方。ここもこうやって落ちる。だからこっちの方がいいんじゃない、わかんないけど。奥側なんだ。え、なんかこっちで持ち上げたら、たださ、なんかこれがさ、確かに確かに、パワって戻るだけなのかな。確かに。じゃあもうキワキワのキワキワいきましょうか。持ち上げた方がいいのかな。もうキワキワいきましょうか。キワキワいってみようか。ただ公式の攻略法には、うん、こう持ち上げるというよりは動かす、ずらすって書いてありますね。だからずらすって何。でもさ、今さ、若干さ、若干こうさ、初心者だから斜めずれしとるやん。許してあげて、うん、強めの押せば。だからこうやってさ、斜めずれをなんか今はさ、だからこうやってこうやってやってくれたよ、アーム。こうしてくってことやろ。あともう、あ、アームやってくれた。時間が切れちゃった。あ、時間切れ。もうそこでいっちゃうのかな。いっちゃった。でも今、それなりには整えてる。ほら、ギリのギリ。はい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 。しかも今多分右しか引っかかんないようになってる。あ、そうなの。下の下までいった。あ、あらあら。え、お、見せて、どうなってるか見せて。どうなってる。
正解臭くない？このままさ、もう右手でこっかしたらこうやって、あ、でも確かにそっち、うん、これはずらすって言うじゃない、もしかしたら。そう、これずらすやわ。あ、そうだ、これがずらすこれこうやってなんかやってもいいこれなんかもうちょっとこうやって、そういうことになるほど、ありがとう。キミチー、ほらすごくおかげさまで気づいちゃった、気づいちゃった、すごい、わかる。バンバン行こう、バンバン、気づいちゃった、チェイチェイ、やっちゃえやっちゃえ、ちゃやっちゃえ、やってみちゃバカだからね。でもあ、なるほどね。あー、でもなんかちゃんと掴みそう、ちゃんと掴んでどうなるか。何ができるの？え、何もできない。うわちょっと、え、これさ、これどうしたらいい、積んだけ、これどうしたらいい、積んだでも、うん、もう一回持ち上げて、これどうしたらいいの、こうなったら。どこなんだろう、でも持ち上げてさ、あの縦にくって落ちてさ、だってさ、これはもう全体を掴むの不可能じゃん。え、本当？え、いける？いけないの、全体を掴めるんじゃない、いけそうじゃない、開いたらやってみましょう。でもオタクの人でもやり方わかんなくて、こうどこまでいけんだろうってことは、一応ど真ん中にして、そうや、うんうん、ああこのロゴわかりやすい、ロゴもめちゃくちゃですよね、こう真ん中ですって教えてくれるのありがたい。ここじゃちょっと手前すぎる、どこにいるか、ああ、なんかもうちょいなんかな、じゃちょっと横で掴めるか見てみましょう、見てみよう、見てみよう、持ち上げられるのかいってね。いけそう、ちょっといけてるかな、いけてる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 、わぁ、お父さん、お母さん、両親へ、うわぁ、でもね、それで戻る可能性はなくはないってことよ。諦めた角度ですよ見てください、この角度はいはいはい、あと少しだ、あと1回2回でいけそう、あ、アシストを利用して取りやすい、私も取り寄せる、ありがとうございます、僕らのアシストが来てくれるよ、ありがとう、ありがとう、アシストありがとう、最高の日よ、こんな夜にね、素晴らしい、アシストしてもらっちゃって、私たち本当もうありがとう、ありがとう、あなたがいるから今日帰れる、ありがとうありがとう、感謝しかありません、感謝感謝、美味しいご飯食べてくださいアシスト終了しました、終了しましたよ、さあ見てみましょう、さあどうなってる、え、ちょっとアシストしたん、ちょっと待って、アシストしたんすか、でもさ、横で見てみよう、アシストしてこれってことは、さっきのは本当にあとちょっとだったってことなんだよ、あとちょっとだったんじゃない、惜しかったのかな、これ、あーでもさ、本当にギリギリだよ、これどこやればいいの、いや、あれ攻略法、やっぱりどこを狙うのかね、見極めるのが大事ですから、もうここは見極めていただいて、見極めるのが大事はヒントじゃなくね、え、これ後ろどっち行くかだよ、前だの、前でいいのか、あなたが決めてくれ、前なの教えて、どっちなの、え、どっちなの、どっち、2分の1だよ、だってバーはさ、前と後ろどっちにもあるじゃん、うん、2分の1だよ、うん、前と後ろか、こうね、え、後ろさ、入る隙間ある、ギリギリちょっと、あの、もうさ、すっごい考えすぎ、10秒だよね、決めて、奥、奥、じゃあ奥行こう、なんか、奥、好きに決めな、奥いいと思うよ、やってみよう、いいと思う、奥いいと思う、いや、やってみよう、しか分からないから、やった、分からなかったらやってみよう、いや、いけるんじゃない、いけんじゃない、いけるんじゃない、頼むよ、頼むよ、え、待って、ちょっとね、今動いてるよ、動いてる、裏で動いてる、おー神アシスト、ありがとうございます、ありがとうございます、24時間365日働いてくれてありがとうございます、1人じゃないかね、よかった、2分の1で勝ちました、ありがとうございます、やっぱりアシストゲージよね、獲得です、あ、ありがとうございます、これまでのグッズの中で一番思い出深いそうだね、なんかどのグッズより大切にしようかな、社長にあげるのやめて、玄関、玄関のところに飾りたいんだ、玄関のところに戻る、仕事行くとき、アイリちゃん行ってきます、やろうかな、普通に欲しい、玄関に飾ります、お疲れ様でした、ありがとうございました、いかがでしたか皆さん、
面白かった。白熱したね。白熱した。今そうね、本当に、うん。なんかグッズって自分のグッズってさ、やっぱ自分なのよ。でも今までで一番本当に大切なグッズが今日手に入ったなっていうのは。苦労してね、取った分ね。我々もゲットしたよ。確かに思い入れは強くなるね。やっぱ芹澤さんみたいにアシストゲージで。貯めて獲得するもよし、こうゆきちゃんみたいに、こうもう運でいくらでも頑張っても運でやってたらアシスト溜まっちゃったんだけど、うん、そういう人もいる、そういう人もいるよね、いろんな遊び方が楽しめるっていうのがね、ちなみになんですけど、獲得グランプリっていうのをやっておりまして、アイリスのオリジナルグッズの獲得個数が多かった上位5名に追加で豪華商品をプレゼントする、あらららら、頑張っちゃうじゃない、それやっております。で、1位から5位の方にメンバーみんなの直筆サインと、あなたのお名前 T シャツは T シャツね、これに書くのかな、どうなんだろう、確かに、これに書くらしい、もう書くとこいっぱいあるよ、こんなこのなんかシンプルにアイリスのサインやったらもうめちゃくちゃいいじゃん、こんな書きやすい T シャツないよ、ないよ、までにないね、いや、これはじゃあ頑張った分だっけ、さらにもしかしたらね、ご褒美があるかもしれないってことですから、よかったよかった、私たちが書きますね、そうだ、ぜひプレイしてほしいね、はい、いっぱい獲得して、ランキングに入ってください、はい、頑張れ、一応集計期間がありまして、はいはい、こちらの DMM オンクレさんは4月10日までになりますので、4月10日まで了解です、4月10日までに参加してみてください、遊んでください、お願いします、お願いします、遊んでみてください、遊んでみてね、以上アイリスでした、バイチュッチュー。